はい、それでは大阪にやってまいりました。いよいよグランドフロント大阪です。でかいですね。それでは北館の方へ行きましょう。おっと、なんか歩いてますよ。まだ歩いてます。次のビルに入ります。世界一店って書いてあります。手掘りでもいけます。柔らかいですから。人参のあの果汁じゃないですかね。あの野菜のおつゆも出て意外とジューシーです。だんだんと見ただけで分かるようになるんです。楽器に向いてる子か向いてない。そうそうそう、これはちょっと日立ってるなとか、こういうふうに縦に斜めにカットして、こういうふうにニコッと笑ったような、まあ、そうですね、お口みたいな感じで、はい。ホームセンターに行くとね、こういうあのスキマスティックとか言ったりして、あのちょっと工事用のものらしいんですけども、こういうあの発泡スチロールみたいな、はい、買ってきて、こうこう詰めます。ちょっと切ってやるんですけども、はいはい、で、こう斜めに入れると、もうこれだけで音が出ます。これだけだったら一音だけなんで、で、曲にはならないので、ここは手でやらない、手で、はい、手で注文で、こうやって穴を開けてやって、塞ぐとさっきと同じ音。開けると、これだけでも、割られた風にはなるんですよ。もう一つの穴を開けてやります。全部で、塞ぐ、開ける、開けるで3つ。穴を開けまして、棒を通します。こうやって吹くと、待ってくださいよ。音が出るんです。で、この長さを調節してやると、筒の長さが変わりますから、
ネギですジャガイモですね。いつ出なくなるかわからないので、はい、出るうちにやっております。